逃亡徒に押されてミシシッピ川を登る橋家。セントルイスのゲートウェイアーチ上から撮影ハンブルクに停泊する橋家19世紀末のドイツの運河の風景。内陸運河では、橋家は引き船道を歩く馬や人に牽引されて進んでいた。橋家は河川や運河などの内陸水路や港湾内で重い貨物を積んで航行するために作られている平底の船舶である。 橋しけの多くはエンジンを積んでいないため自力で航行することはできず、タグボートにより牽引あるいは推進されながら航行する。英語ではバージもしくはライターと呼ばれ、後者は特にはしけの内平底のものを指す。スペースシャトル用の外部燃料タンクをケネディ宇宙センターへ運ぶ橋しけ。ニューオーリンズの未周組み立て工場からフロリダ半島沿岸を周回して運ばれる、オハヨ川を行く。 石炭運搬用の橋家。中国、武漢で採石を積んで航行するエンジン付き橋家19世紀。ロシアのボルガ川の橋家船ベルギーの運河を下るエンジン付き橋家陸上運送が馬や荷車などに頼っていた時代、より多くの荷物を積むことのできる橋家は、沖合の大きな船とか死とをつなぐに役の主役であり、河川交通の主役でもあった。英語の バージという単語は1300年頃に使用が確認されており、その語源は古いフランス語のバージから、さらに俗ラテン語のバーゲから来ている。古代ローマ時代のラテン語では、エジプトの船を意味するギリシア語のベリッシュから、ベリカと呼ばれていた。古代エジプト語の系譜を引くエジプトのコプト語では、小舟を意味するバリという言葉があり、これが現在のバージの語源である。 平底のものを指すナイターの語源ははっきりしていないが古いオランダ語やドイツ語で軽いを意味する力点を語源として派生したものと考えられている産業革命初期のヨーロッパやアメリカ合衆国では動物や人に惹かれて運河を行く橋家が安く大量の物資を運べる手段として徴用された橋や運河は内陸部の交通を飛躍的に発展させ 内陸各地に工業都市や原料、穀物などの物資集散都市を発展させた。しかし、後発の鉄道輸送と争うようになり、鉄道の速さ、鉄道運賃の安さ、河川や運河に比べて柔軟なルートを引ける線路によって、橋家は単価の高い貨物の輸送需要を奪われ、内陸運送の主役の地位を追われた。 また、橋家は港湾において沖合に停泊した貨物船から降ろされる荷物を川沿いの工場、倉庫へ運送するために活躍したが、貨物船のコンテナ化やコンテナトレーラーによる陸上運送に押されて港湾物流からも押し出された。橋家の作業員は自分の橋家を所有していることもあり、かつては様々な運送会社や工場から仕事をもらって河川や 港湾の運送を行い、家族と共に、橋家のへさきにある居住区で、水上生活を営んでいた。日本でも高度成長期までは着岸する貨物船の2役に、橋家が足りず増産されており、大きな港には数千層の橋家が待機し、多くの人々が仕事に合わせて、各地を移動する、水上生活を送っていたが、1970年代以降は、こうした光景も見られなくなった。 しかし、トラックやトレーラーでは運べない重い貨物を運ぶために、現在でも各地の河川や港湾で、橋系は活躍している。またトラックから水運、鉄道へ貨物輸送をシフトするモーダルシフトの一環として、橋系を使ったコンテナなどの輸送が施行されている。また、自力で航行、運搬ができるよう、エンジンを搭載させたものが海外で見られる。橋系は、 大きな重量の貨物を積むことができ、運送単価が非常に安いため、今日でも単価が安いバルクカーゴや重量物の運送に使われている。またそこが平らなため、より多くの貨物を積める一方浅い川や運河でも航行することができる。道路を通ることができない大型の機械は、分解して陸送した場合には、現地で組み立てる必要があるため、現地に組み立てられる。 作業員や施設がない場合は、河川や海などを橋気で運送することがある。貨物船の中には、貨物を積んだ橋気を多数積むことのできる、橋気運搬船というものもある。途上国の岸壁に役が貧弱な港へ貨物を輸送する場合、また川の上流が最終目的地の場合に使われ、港で橋気運搬船から橋気を下ろし、タグボートに引かせて、 目的地へ向かわせることができる。橋家は岸壁からの積み下ろしだけでなく、沖合で停泊する船に近づいて、海上で荷役を行うこともある。こうした作業に従事する作業員は沖中市と呼ばれたが、海上での作業は、風の強い日には転覆の恐れもある危険なものであった。現在も海岸に大型船が着くことのできない地頭や、 設備の整っていない港などでは、沖合で橋家に乗客や貨物を下ろして海岸に向かわせることもある。アメリカの河川で使われる典型的な橋家の大きさは、長さ195フィート、幅35フィートであり、1500トンまで、積載可能な大型のものである。日本では地域によって異なるが、積載重量は50トンから200トンで、長さ20メートル前後。 幅6メートル前後、深さ2メートル前後の鋼鉄製の橋気が標準である。貨物を満載にした場合の水面下の深さも2メートル以内に収まるため、水深の浅い川や低い橋がかかっていて、普通の船の通れない川でも橋気は通ることができる。普通、橋気は、エンジンは積んでおらず、方向を変える舵だけがついている。エンジンを積んだ橋気は、 流れの穏やかな水路を航行する際に使われ、流れの速い川を遡上するときには、タグボートの力を借りる。アニメーションや漫画といった創作作品の中には、航空機を船舶に見立てて、世界観を構築しているものがあり、それらの作品では、動力機に栄光される貨物輸送用グライダーを、端気やバージと呼称する設定がされていることがある。宮崎駿の創作した、 風の谷のナウシカの作中では栄光式の小型貨物グライダーがバージの故障で登場する。ありがとうございます。